親ガチャって聞いたことある？まだ3ヶ月なのに親ガチャ失敗したせいでかわいそう。へえ、親ガチャね。この言葉を知った時、親への執着心が完全に消えた。ああ、私も親ガチャに失敗したんだなって納得したから。ひろみ、お酒買ってくるからお金貸して。お金ないよ。あんた何のために私が女の子を産んだと思ってんの？稼ぎ方くらいわかるでしょ。父親は私が小さい頃からの度重なる不倫の末、魔女と蒸発。それからというもの、母親はアル中になり、私に非合法的な手段でお金稼ぎをさせていた。その結果、署まで来てもらうからね。分かってます。当然私はあえなく逮捕、その後家庭裁判所で保護処分を審判された。そして女子少年院に送致されることになった。ヒロヒロ探偵団。学校みたい。ヒロヒロ女子学院と呼ばれるそこは、事情を知らなければ女子学校と間違えてしまいそうな見た目だ。綺麗なのは見た目だけで、いるのはそれっぽい奴らばっかなんだろうな。正直私みたいな親の言いなりになってきたような人間は、ボスっぽい女の子に目をつけられていじめ抜かれるんだろうな、なんて思っていた。でも実際は、よろしく。思ってたのと違う。なんか独特な雰囲気。私よりもはるかに暗く、自分の心を開かなそうな子も多い。見るからにギャルっぽい感じの子もいるけど、闇を抱えてそうな雰囲気が漂っている。ねえ、マリンちゃんって呼んでいい？年いくつ？19。年上なんだね。あ、じゃあタメ語じゃまずかったかな。はあ、いいよ別に。あんたみたいに話しかけてくる人、珍しいよ。あはは。昔は16から17歳くらいが大半を占めていたらしいけど、最近は昔のこの年になったら足を洗うみたいな風潮がないから、平均年齢が上がっているらしい。人数も思ったより多くなかった。施設自体は結構大きいのに、収容人数が約90人程度に対して今は35人。根性焼きが入っていたりする子に目をつけられて、人間関係で苦労するケースもあるらしいけど、私は運が良かったのか、そんなことはなかった。ひろみさんはこの4人部屋で過ごしてもらいますからね。はい。私が案内されたのは7畳ほどの部屋だった。なんか私が母親と住んでた頃よりずっといい部屋だな。壁には扇風機が1台だけあって、畳に木製のフレームと引き出しのあるベッドに扉のない洋服掛け、それから学校によくある小さな学習机と椅子が隙間なく置かれている。皮肉なものだ。親と住んでいた家は4畳1間で、床には常にお酒の缶やゴミが散乱していてひどい状態だった。服も支給されたものだけど、毎日自分の服をランドリーで洗濯しながら、ぼーっと辛い、死にたいと考えていた日々よりずっとマシだ。女子少年院に入ったことで逆に環境が良くなるなんて、なんだか虚しい。おはよう。おはよう。早起き慣れてないんでしょ。うちもそうだった。うん、来る前は朝まで外出してたから、早起きなんて何年ぶりかな。女子少年院では規則正しい生活をしながら構成を図る。朝は7時に起床し、顔を洗ったり片付けなどをしたら7時半から朝食が始まる。これ本当に食べていいの？え、ひろみさんの分だから食べていいのよ。食事はものすごく質素なものを想像していたけれど、今日はパンにおかず、それから野菜ジュースがついていた。給食みたい。いただきます。食事らしい食事なんていつぶりだろう。誰かと揃って食事をするということに違和感がある。でもなんだか胸の奥が温かいような、そんな不思議な感覚だった。だけど私はふと食事から視線を上げて周囲を見渡して気づいたことがある。マリンちゃんとか他に数人いない子がいる。すみません、マリンちゃんたちは？何かしらの心の傷を抱えている子も多いの。察してあげて。そうですか。私は幸いなことにそういった兆候はないけど、女子少年院に収容される子たちの中には、同じく親ガチャに失敗した結果、自傷行為や摂食障害などを抱えて入所する子も多いという。皆さんおはようございます。おはようございます。9時になったら朝礼と運動が始まり、9時半からは職業指導や教科指導が始まる。裁縫なんてやったことないからよくわかんない。いろいろあるんだね。やる気あるならヘルパーとかの資格取れるように目指してみたら。そういうのもあるんだね。なんか意外。少年院では職業訓練に力を入れてるらしいけど、女子少年院は退所までの間で取得できるスキルやコミュニケーション能力を身につけることに力を入れてるらしい。場合によっては高卒認定試験を受けられたり、エクセル検定、秘書検定も受けられたりするから驚きだ。何これ？これが噂の生命のメッセージ点。マリンちゃん知ってるの？退所した人が噂してたから。12時からの昼食と休憩を終えたら、13時から生活指導が始まる。この生活指導は社会適応訓練講座や進路講話などが行われるんだけど、なんか胸が痛いな。今日はさまざまな事件の被害者となった人たちの等身大パネルや写真、それから遺品や遺族のメッセージの展示を見る被害者講座というものだった。私のしてきたことって誰かを傷つけることだったりするのかな。今まで考えたこともなかった。でももし捕まってなかったら、いつかこんな風に被害者を出す事態に発展していたのかもしれない。あんた大丈夫？大丈夫だよ。
なんだか気分が落ち込みつつ、16時からの洗濯と入浴を済ませ、17時からの夕食休憩を過ごす。8時からは課題学習とか日記記入があるんだけど、今日からは内省が始まる。自分の過去を振り返るんだってさ。あなたが6歳の時、お父さんやお母さんは何をしてくれましたか？そんなのない。よく考えて1週間毎晩書き留めてください。まあ正直いい思い出なんてない。母の味なんてインスタントラーメンだし、何かしてくれたことなんてあったかな。服も買ってくれなかったしね。親を思い出して更生できる人もいるんだろうけど、私は違う。だけどお世話になりました。特に病気など問題がなければ11ヶ月での退所が目安らしいが、私もちょうど1年で退所することになった。あの内省のおかげで帰る場所なんてないから、一人で強く生きよう、そう意志が固まった。退所して4年後、おばあちゃんほら支えてるからしっかり。悪いね、よこらしょう。私は退職後、社員寮のある介護施設で働き始め、3年後には介護福祉になった。母親とは縁を切ったし、今考えると捕まってよかったのかも。これからの人生で私は少しだけ自分のことが好きになれるといいな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。